青コーナーより柴田勝頼入場。さあ、熱きヤングライオン柴田勝頼が入場であります。井上渉入場。さあ、炎のヤングライオン井上渉が入ってまいりました。スペシャルシングルマッチ、20分一本勝負を行います。柴田、青コーナー、柴田、181センチ、96キロ、柴田勝頼。赤コーナー、180センチ、98キロ、井上渉。さあ、運命の鐘が鳴った。さあ、山崎さん、会場はもうすごいボルテージなんですがね、一言お願いします。そうですね、この熱気すごいですからね。まあ当たり前なんですが、いかに冷静に試合を運んでいけるかですね。それがポイントになると思いますよ。ありがとうございます。そのまま倒します。組に行きます。ボディースラムで叩きつけます。掴みます。打ってまいります。蹴りを見舞ってまいります。肘を打ち込んでまいります。投げてまいります。参ります。切り返します。リング上激しい戦いですが、まあ、レスラーっていうのは本当によく練習を行います。そうですね、まあ、レスラーっていうのは練習するのが仕事みたいなもんですから当然なんですけど、練習することは要は自分の体を守るっていうことになるわけですからね。ああ、確かにそうなりますよね。立ち上げ式で打ってまいります。リストを固めてまいります。ロープに逃れます。フロントからのキック。26歳でデビューというやや遅咲きの初陣でありました。この井上渉、リングで壁にぶつかっていく姿を見てほしい。そしてその壁は必ず越えていくと話す井上。時代を支えるヤングライオンは着実に成長してまいります。スリーパーで締め上げます。ロープブレイクであります。こうやってプロとして戦っていく中で、首っていうのはものすごく大切な部分なんですよ。首一つで世界が取れるって言ってもいいぐらいですからね。あ、なるほど。ブリッジも受け身も首ですもんね。当然そうですね。さあ、この辺りのサブミッション攻撃いかがですか。そうですね、こういう攻めは後々効いてきますからね、要注意ですよ。そうですね。ロープに逃れます。行くのか。コーナーに振って、トップロープか。また戻っていった。立たせていく。
ね。そうですね、すごい体ですよ。ヒートアップしてますよね。花道に移行した。リングに戻ります。ドロップキック、エルボーを打ち込む。腕を取った。エルボー強烈、蹴り上げていく。巻き投げで切り返した。キック、ガツッと組み合った。逆に返した。いけるか。コーナーに振った。エルボーを入れていく。ブロックした。ロップロックだ。ミサイルキック。フロントキック。組み合った。場外に落とした。正面から投げていった。おっと、腕をロックしての袈裟固め。
青コーナーよりブルーウルフ入場。さあ、その声援に後押しされるかのように入場してまいります。赤コーナーよりダンデバイン入場。さあ、来日を果たしてまいりましたこの男、注目の入場であります。スペシャルシングルマッチ、20分一本勝負を行います。青コーナー183センチ、110キロ、ブルーウルフ。赤コーナー183センチ、102キロ、ダンデバイン。沈黙の中にハイトーンの鐘の音が響き渡ってまいりました。さあ、やめました。正直見どころはどういったところになりますかね。そうですね、お互いに今日は負けるわけにはいきませんから、最後はもう意地と意地のぶつかり合いになるんじゃないでしょうかね。そうですか。さあ、ではそのあたりを注目してまいりたいと思います。ラフサッポーに転じます。組みに行きます。フライングメイヤー。この試合序盤から激しい攻防戦の様相なんですけれどもね、試合のポイントはどこに置かれますか。そうですね、両者とも今日は調子が良さそうですからね。まあ、スタミナの問題は全くないですね。ああ、そうですか。行くのか。フロントからのヘッドロックに移行します。ロックアップ、フライングメイヤーで倒します。鋭いキックです。組み合います。投げてまいります。ストンピングです。顔面を蹴り上げます。組みに行きます。倒してまいります。ギロチンドロップ、ロックアップ。あっと、そのまま投げてまいります。バーリートゥードでの戦いぶりを熟知しておりますこの男。その蛇のように絡みつくグラウンドテクニックはまさに芸術品。さあ、今宵も秒殺で相手を仕留めるのでありましょうか。この辺りの攻防、目が離せませんね。こういうレスリングの攻防が奥が深くて面白いんですよ。抱えます。エルボーを入れていきます。フロントのヘッドロックに取ります。強烈に打ち込みます。嬉しい逆十字の体勢、逆水平。行くのか。フロントから投げてまいります。起こします。組み合います。パンチで返します。腕を捉えます。腕を狙ってまいります。組み合います。
ザード。腰を落とします。耐えます。足を取ります。させません。あっとエルボー。正面から投げを見舞います。行くのか。フロントからの締めを見せてまいります。ストバックに突き刺さります。乾いた音が館内に響きます。ロープに引いてキック攻撃を見舞ってまいります。ロックアップ。ロープに引いた。このあたり投げ技なんですが、いかがですか。そうですね、投げ技っていうのは力だけじゃダメなんですよね。タイミングでね、持っていかないといけませんからね。ああ、なるほど、そのあたり注目であります。腰を落とします。ストマックに落とします。組みに行きます。ボディスラムで投げてまいります。強烈に締め上げてまいります。ロープに逃れます。行くのか。強烈に叩きつける。抱き起こす。フッを打っていく。組み合った。あっと切り返した。バックに回った。させません。バックを取ってエルボーで返す。ランニングでコーナーキック。さあ、渾身の力で締め上げる。完全に入ってますよ。もうレッドゾーン入ってますね。もうここまで来ると気持ちで打ってますよ。はい。場外に移行した。ガジェット組は締め上げていった。ハンマーを落としていく。リングに戻ります。リングに戻ります。エクスプロイダーの体勢、ブレザードで投げていった。アンクルロック持っていった。Thank you.
抜くのか。いくら正幸入場。さあ、おのれの源流を確かめるため成瀬正幸が入ってまいりました。闇に潜む猛虎ブラックタイガーが入場してまいります。スペシャルシングルマッチ20分一本勝負を行います。青コーナー173センチ95キロ、なるせまさゆき。赤コーナー176センチ98キロ、ブラックタイガー。さあ、運命の鐘が鳴った。さあ山崎さん、会場はもうすごいボルテージなんですがね、一言お願いします。そうですね、この熱気すごいですからね。まあ当たり前なんですが、いかに冷静に試合を運んでいけるかですね。それがポイントになると思いますよ。ありがとうございます。館内がどよめきます。小艇キックを打っていきます。ロープに振って後ろから蹴り、ロックアップ、コーナーに振った。足を取ります。バックを取ります。外してまいります。
足を抱えます。キックで返します。抱えます。技っていうのはたくさん出せばいいというものじゃないんですよ。一つの技を大事に使うことがある意味プロとしての力量でしょうね。ああ、なるほど。チョップであります。組みに行きます。ボディスラムです。行くのか。フライングメイヤースリーパーで締め上げます。ロープに逃れます。メキシコ仕込みの華麗な飛び技とそのテクニックはまさにルチャドールといったところでありましょうか。この男が目指しますルチャリブレと近代プロレスの融合というものを我々も注目してまいりたいと思います。腰を落とします。パイルドライバーが突き刺さります。エルボードロップを落としてまいります。掴んだ。ラフな展開になるのでありましょうか。組み合います。ロープに来ました。封鎖式で落としてまいります。ラフ殺法に転じます。組みに行きます。フロントのヘッドロックに取ります。乾いた音が館内に響きます。ドロップキックを見舞ってまいります。足を取ります。この辺りの攻防見逃せませんね。そうですね、お互い研究してますね。腕をフックします。フレーンバスター高速で投げてまいります。ロックアップ。対角線に飛ばした。スイング式の DDT。 ムーンサルトクラッシュ。感覚返しました。足を抱えた。ドラゴンスクリュー。一気にスパークするのか。バックに回った。あっと固めていった。カウント10。担ぐか。あっと逆に繰り返した。顔面が歪む。ガジェット組は正面から投げを威張った。ストッピング強烈。いけるか。ロープに飛ばした。そうですね、こっからはお互いに精神力の勝負ですよ。掴んだ。ラッシュの足が押す。チョッパー。あー、がっちり決まった。これは苦しいですよ。腕を振っていた。あっと、タイミング外した。ガジェット組み合った。コーナーに振った。あっと、逆に蹴っていった。いけるか。ロープに振って。パワースラム。耐えました。あっと、逆に脇固めで切り返す。ロープブレイク、ロープブレイク。ガジェット組み合った。腕を固めて丸めていった。いけるか。
青コーナーより越中四郎、安田忠雄入場。さあ、強烈なユニットが結成されました。その姿を今表します。赤コーナーより真壁伸也、吉江豊入場。遠雷のような地響き、選手たちの闘志に火を灯す瞬間であり、タッグマッチ30分一本勝負を行います。やす青コーナー、やすだ185センチ、104キロ、腰中白鵬。193センチ、122キロ、やすだただ赤コーナー、181センチ、110キロ、真壁伸也。180センチ、125キロ、吉江豊。真壁がゴングの眠りを覚ましてまいりました。さあ、放送席は山崎さんにおいでいただきました。両者の表情なんですがね、どのようにご覧になりますか。まあ、両選手ともいい顔してますよね。体調もいい証拠なんじゃないでしょうか。となりますと、いい試合を期待したいところですね。そうですね、期待できるんじゃないでしょうか。ボディスラムで投げてまいります。行くのか、ボディスラムです。ロックアップ、ヘッドロックで締め上げてまいります。ロープに逃れます。組みに行きます。ボディスラムで叩きつけます。組み合います。フロントからのヘッドロックに移行します。パンチを打ち込んでまいります。スイッチしてまいります。リング上の両選手なんですが、表情をご覧になって両者とも気合が充実していると見てよろしいでしょうか。そうですね、2人とも汗の出がいいですよね。これは調子のいい証拠ですよ。ああそうですか。全体重を落としていった。抱えます。いや、目まぐるしい展開ですね。互いに動きが止まりませんね。行くのか、ロープに引った。ロックアップ、こういった投げ技っていうのはね、一歩間違えば大変なことになってしまいますから、選手たちは受け身のタイミングっていうものを感覚的に覚えてるんですよ。おー、なるほど。
参ります。フロントのヘッドロックに取ります。ハンマーを振り下ろします。組みに行きます。この辺の技の展開いかがですか？そうですね、こういった技はボディーブローのように徐々に効いてきますからね、いい攻めだと思いますよ。あ、なるほど。ガブリの体勢に移行します。抜けてまいります。腕をフックします。膝を入れていきます。蹴りを見舞ってまいります。あっと、エルボー抱えます。ニーを蹴り上げます。ドロップキック、キックで返します。逆水平掴んだ。乾いた音が館内に響きます。テイクダウン、外してまいります。掴みます。ハンマーを下ろしてまいります。組み合います。ロープに飛ばした。エルボーを入れていきます。組み合います。フロントからの締めを見せてまいります。ハンマーを振り下ろします。組みに行きます。相手の動向を見据えながら攻めていこうとするのか。ロープブレイクであります。スーパーで放っていった。キックを打っていきます。2位を突き上げます。行くのか。ボディースラム、スタンディングを取らせます。乾いた音が館内に響きます。スピーディーな倒し方ですね。ここから攻めていきたいですね。はい、早かったですね。ストマックへの攻撃であります。ストマックを狙ってまいります。ストマックに突き刺さります。もらいすぎると危ないですよ。そうですね。そのままパンチを放っていく。グラウンド状態からのパンチ攻撃、外してまいります。ここでタッチです。もう針振り切ってますね。そうですね、すごい気迫ですよ。ヒートアップしてますよね。奥歯を噛みしめた。あと耐えた。リバースで返した。ロープブレイク、ロープブレイク。そのまま締め上げる。ハンマーパンチ強烈。水平打ち、すごい音がした。ガチッツ組み合う、すごい形相で締め上げていく。掴んだ。ハンマーを落としていく。すごい顔で打つ。打たせない。おっと、外した。いけるか。正面から投げを威張った。小気味のいいジャブを打っていく。あっと、そのまま倒していった。
空時間の長いパワーボムだ。カウンティーズ98、もう泣いている女の子もいます。ショーダータックル、なぎ倒し、肉体を躍動させ、場外に降りる。いけるか、強烈に叩きつける。リングに戻ります。ここでスイッチ、フロントキック、小股に挟んだ。おー、対空時間の長いパワーボムだ。カウント3つは奪えない。気合を入れた。引っこ抜きか。おー、対空時間の長いパワーボムだ。もう返しますか。言うことないですね。意識はないと思うんですよ。完全に無意識で返してますよ。腕を回した。プレーパスから投げつける。腕を取った。腕すぎ十字固め。岩壁の母の胸に抱かれました。より鈴木健三入場。さあ、明日の新日マットを背負って立つ男、この男が鈴木健三であります。平田純次入場。さあ、正規軍の重鎮であります、この男、平田純次であります。スペシャルシングルマッチ、30分一本勝負を行います。青コーナー191センチ120キロ、
鈴木健三。赤コーナー183センチ115キロ、平田純喜。木槌がゴングの眠りをさばいてまいりました。さあ、放送席は山崎さんにおいでいただきました。両者の表情なんですがね、どのようにご覧になりますか。まあ、両選手ともいい顔してますよね。体調もいい証拠なんじゃないでしょうか。となりますと、いい試合を期待したいところですね。そうですね、期待できるんじゃないでしょうか。ロックアップ、ボディースラム。ここまでまだ始まったばかりなんですが、序盤戦を見ていかがでしょうか。まだ流れはどっちのものとも言えませんね。ああ、そうですか。リング下に降ります。立ってまいります。腕を狙ってまいります。リング内に戻ります。リング下に降ります。腕を殺してまいります。リング内に戻ります。こういう台形の技はね、そりゃガードした方が楽なんですよ。だけどレスラーっていうのはあえて相手の技を受け止めるぐらいの懐の深さがないとダメなんですよ。そうですよね、そこがレスラーの凄みですよね。そうですね。腕を捉えます。エルボーを入れていきます。学生時代は明大ラグビーの大型ロックとして活躍。その恵まれた肉体から繰り出される技はもはやヤングライオンの域を超えています。新進気鋭、赤丸急上昇、鈴木健三であります。腕に照準を絞るのでありましょうか。腕をフックします。 DDT。 組みに行きます。ロープに引った。組み合います。リング上はコブラツイストの体勢。フロントからのキック、腕攻めに転じます。行くのか。こういう投げ技をね、ファンの人が見ると痛そうだなって感じると思うんですが、顎を引いてきちんと受け身を取ってますからね。そういうところをよく見てもらいたいですね。なるほど、そのあたり注目してまいりたいと思います。乾いた音が館内に響きます。パンチを打ち込んでまいります。ロックアップ、倒してまいります。トップが唸ってまいります。行くのか。パンチで返します。組みに行きます。ロープに飛ばした。組み合います。投げてまいります。ストンピング、蹴りつけてまいります。蹴りを見舞ってまいります。ロープに振って抱えます。ブレンバスター、行くのか。ボディースラムで叩きつけます。組み合います。コーナーに振った。カウンターで返します。を打っていきます。腕を取ります。腕に照準を絞るのでありましょうか。ロックアップ、かわず落としです。組みに行きます。ロープに振って肘を打ち込んでまいります。蹴ってまいります。させません。外してまいります。蹴りを見舞ってまいります。
腕を回します。ストマックを狙ってまいります。ライアットリング下に降ります。バックに回ります。ラリアットエンジン、あっとエルボー、行くのか。10分経過、10ミニッツパー、あっと鉄柵、ラリアット至近距離、リングに戻ります。腕をフックした、あっと耐えた、フロントキック、チョッパー引き起こす、打たせない、小脇にかかったヒックドロップ、チョップ強烈、抱えた、蹴り上げていく、小股に挟んだ、脳天食い打ち、パイルドライバー、バックに回った、ドロップ気味のチャンスパックション、足を取った、カッと返した、組み合った、腕をフックした、蹴っていった、ガゼット組み合った、ロープに振った、カウンターのパワーキックにたどり着きました。キック抱えた、 DDT ノーテン、抱き起こす、気合を入れた、抱えた、奥歯を噛みしめた、抜いた、ダイナミックパワーパワーカウンスリコーナーより飯塚隆、田中実入場。遠雷のような地響き、選手たちの闘志に火が灯る瞬間であります。赤コーナーより広斉藤、金本浩二入場。というのはこういうことを言うのでありましょうか。歓声が鳴り止みません。タッグマッチ30分一本勝負を行います。
コーナー181センチ105キロ飯塚隆史175センチ90キロ田中みのる赤コーナー175センチ108キロヒロー斉藤180センチ90キロ金本浩二澄み切った音色が打ち鳴らされてまいりました。さあ山崎さん、正直見どころはどういったところになりますかね。そうですね、お互いに今日は負けるわけにはいきませんから、最後はもう意地と意地のぶつかり合いになるんじゃないでしょうかね。そうですか。さあではそのあたりを注目してまいりたいと思います。ガードします。起こしてまいります。組みに行きます。そのまま倒してまいります。足を取ってアキレス腱であります。ロープに逃れます。足を抱えます。裏アキレス腱に移行してまいります。ロープブレイクであります。張ってまいります。ロックアップ返してまいります。まあレスラーは常に怪我との戦いだと思うんですけど、プロとして怪我というのは資格ですからね。怪我をして穴を開けてしまえばファンの期待を裏切ることになりますからね。そうですね、確かに怪我というのはしょうがない部分ですけど、プロのレスラーですからね。その通りですね。掴んだ、ストバックに突き刺さります。ブレーンバスターに取ります。切り返し素晴らしいですね。そうですね、一瞬も目が離せないですよね。組み合います。ロープに飛ばした、ドロップキックであります。チョップが奪ってまいります。ソバットを放ちます。ボディスラムで叩きつけます。技の絵巻を見るような佇まいであります。心の連携が冴え渡る。スタンディングを取らせます。行くのか、フライングメイヤーで倒します。見舞ってまいります。抱えます。ハンマーを振り下ろします。打撃技で倒れることが弱く見られがちですけど、これは相手の攻撃を受けてそれをうまく流してるんですよね。ああ、受け身を取っているというわけですね。そうですね。ここでタッチです。ロックアップ、ネックブリーカードロップ、腕を取ります。エルボーを入れていきます。足を取ります。さあ粘着
さ激しいこの3ミッションいかがですか。そうですね、スタミナを奪うにはいいんですが、これで決めるのは難しいんじゃないでしょうかね。あ、そうですか。逆に返します。あっとエルボー、フロントからの締めを見せてまいります。乾いた音が館内に響きます。スイッチしてまいります。蹴りを見舞ってまいります。フロントのヘッドロックに取ります。ハンマーを落としてまいります。このあたり負けん気の強さというのが出てますよね。そうですね、気持ちでは負けられませんからね。そうですね、組みに行きます。10分経過、対角線に飛ばした。10ミニッパー、なだらしくのフランケンシュタイナー、リングに戻ります。ここでタッチだ。いけるか。バット返した。掴んだ。させません。ここでスイッチ。足を取った。打たせない。足を抱えた。逆にパンチ。強烈なローだ。組み合った。フロントから落としていった。強烈に締め上げる。ハンマー気味のパンチ。ブレンバスター行くのか。マルコンラローで返した。カウント2、返しました。ダブルで上がっていった。抱き起こす。抱えた。おっと、足を
ラフに転じる。そのポキックが突き刺さる。センターに倒れて組み合った。そのまま締め上げるハンガーパンチ強烈。抜くのか。ローテック打ち、パイルドライバー。バックアタック耐えた。バック逆に足を取った。完璧にたどり着きました。20分経過、結成されました。今2つの魂が1つになってまいります。赤コーナーより天山広義、後藤達俊入場。
な領域に一歩足を踏み入れる。その時男たちの胸には何が巨大するのでありましょうか。スペシャルタッグマッチ30分一本勝負を行います。青コーナー186センチ105キロ、西村おさめ181センチ107キロ、田橋ヒロシ。赤コーナー183センチ115キロ、天山ヒロヨシ。180センチ115キロ、後藤達俊。打ち鳴らせ、今ゴングだ。実況席には山崎さんをお呼びしています。さあ、両選手の眼差しご覧になってどうですか。そうですね、この舞台でね、プレッシャーをどうエネルギーに変えていくか、そのあたりが重要だと思うんですけどね。なるほど、すごいプレッシャーをひしひしと感じますからね。ここでタッチです。フロントからのキック、逆に振り返して、パンチで返します。ここは戻ります。掴みます。エルボーを立ち上げます。ロックアップ、倒してまいります。掴んだ、キックで返します。エルボーでブロック、ドロップキックを放ってまいります。組みに行きます。投げ技を使う格闘技っていうのはね、どうしても受け身っていうのが必要不可欠なんですよ。プロレスは柔道やアマレスと違って、投げられたら終わりじゃないですから、そういうところがプロレスの大変なところですよ。なるほど、投げられても立っていかなければなりませんもんね。そうですね。組み合います。フライングメイヤー、行くのか、フライングメイヤーで倒します。この辺りうまいですね。そうですね、こういった攻めっていうのは流れを自分のリズムに持っていきますからね。パンチを打ち込んでまいります。蹴ってまいります。いやらしい攻めを見せてまいります。ダブルで放っていった。組み合います。逆に振り返した、エルボー掴みます。掴んだ、ヘッドを打ってまいります。スイッチしてまいります。ロックアップ、逆に振り返した、you
腕を捉えます。こうやって1点を狙っていくのは効果的ですね。後々効いてきますよ。なるほど、徐々に毒が回っていくわけですね。足に照準を絞るのでありましょうか。ここでタッチです。こうやって気持ちが前に出る姿っていうのは見ていて気持ちいいですよね。そうですよね。なんかスカッとしますよね。組みに行きます。返してまいります。行くのか。切り返します。組みに行きます。ボディースラムで叩きつけます。リング上は首4の字固めであります。ロープに逃れます。打ち込んでまいります。あっと逆に切り返した。さあ勝負の分かれ道はどのあたりになりますかね。ちょっと僕も想像つきませんね。投げてまいります。エルボードロップ、スイッチしてまいります。腕を取ります。腕を殺してまいります。スーツが飛んで放っていった。10ミニスパーク、このあたり一気にスパークしてまいりました。そうですね、気合が乗ってますよね。いいと思いますよ。掴んだ、スリーパーホールドに入ります。行くのか、逆に投げてまいります。足を取ります。プロレス技のイロハ、クラシカルな展開であります。ロープブレイクであります。組み合います。投げてまいります。足を固めてまいります。リング下に降ります。バックからスリーパーに入ります。ロックアップ、リング内に戻ります。組み合います。ロープに飛ばした。ラリアット強烈、ストンピング、蹴りつけてまいります。組みに行きます。ロープに引った。いけるか。
正面から投げていった。あーっと顔面にヒットした。エルボーを入れていく。ブレインバスター行くのか。ブレインバスターで叩きつける。抱き起こす。首根っこをつかんだ。
さあ、信じる者は己の右腕、佐々木健介、Take my dream。スペシャルシングルマッチ45分一本勝負を行います。青コーナー184センチ、105キロ、藤波辰巳。赤コーナー180センチ、115キロ、佐々木健介。沈黙の中にハイトーンの鐘の音が響き渡ってまいりました。実況席には山崎さんをお呼びしています。さあ、両選手の眼差しご覧になってどうですか？そうですね、この舞台でね、プレッシャーをどうエネルギーに変えていくか、そのあたりが重要だと思うんですけどね。なるほど、すごいプレッシャーをひしひしと感じますからね。組み合います。ボディースラムで叩きつけます。いや、序盤戦から目が離せない展開ですね。そうですね、どちらが優勢とかじゃなくて、お互いに意地がありますからね。ボディースラムです。ロックアップ、投げてまいります。ストンピングです。行くのか、ロープに引った、ラリアット。組みに行きます。テイクダウン。組み合います。そのまま倒します。こういった地味なんですが、レスリングの展開っていうのは想像以上にスタミナを奪いますからね。いい攻めだと思いますよ。はい、ボディースラムで投げてまいります。ストロングホールドに入ります。ロープブレイクであります。行くのか、サイドからヘッドロックの体勢に移行します。ロックアップ、フライングメイヤー、スリーパーホールドに入ります。逆水平を打っていきます。組みに行きます。こうやって倒れる時にね、受け身を取ることによってレスラーはダメージを軽減させてますからね。この辺が奥の深いところですよね。ああ、そのあたり注目して見てまいりたいと思います。ロックアップ、逆に振り返した、ブレンバスターに取ります。なかなかと使い上げてのブレンバスターあります。コーナーに振って打つかさ、蹴りを見舞ってまいります。足を抱えます。足を狙ってまいります。組み合います。ネックブリーカードロップ、組みに行きます。コーナーに振った、顔からクラケチ、フェイスクラッシャー。乾いた音が館内に響きます。ボディースラム、ラフサッポーに転じます。腕をフックします。ブレインバスターで叩きつけます。足を取ります。打たせません。行くのか、フロントからのヘッドロックに移行します。ハンマーを落としてまいります。
足を殺してまいります。組み合います。対角線に飛ばした。完璧にたどり着きました。すごい音がした。トルネードボールで叩きつけた。カウント2返しました。逆水平いけるか。飛びつき式の嬉しい逆十字。領域に一歩足を踏み入れる。その時、男たちの胸には何が捉えているのでありましょうか。
ャルタグマッチ60分一本勝負を行います。青コーナー186センチ、108キロ、長野正博。180センチ、99キロ、アキラ。赤コーナー183センチ、108キロ、永田裕治。170センチ、95キロ、中心サンダーライカー。ライカー打ち鳴らせ、今ゴングだ。さあ山崎さん、見どころ満載の今日の一戦なんですが、どのあたりに注目されますか？そうですね、この試合はお互い負けるわけにはいかないですからね、そのあたり注目じゃないですか？なるほど、まさに意地と意地の戦いといった感じですね。そうですね。組み合います。逆に振り返してキックで返します。参ります。組みに行きます。そのまま倒してまいります。アキレス腱固めに移行します。ロープブレイクであります。行くのか、逆に返します。先ほどから館内のボルテージがすごいんですが、戦っている時ってお客さんの声って聞こえるもんなんですか？いや、それは全部は聞こえないですけど、聞こえますよ。まあ苦しい時とかはね、ほんとそれで頑張れますから、ファンの声援っていうのはね、ありがたいものですよ。あ、そうなんですか。抱えます。切り返します。グーパンチです。掴みます。ハンマーを落としてまいります。ロックアップ、ロープに飛ばした。膝へのドロップキック、スタンディングを取らせます。腕を捉えます。チキンウィングに固めてまいります。ロープに逃れます。掴みます。ショートで決まった。ボルテージが上がります。腕を取ります。肘を打ち込んでまいります。ロックアップ、ロープに振った。股間を打ちつけます。あります。組み合います。逆に振り返した。カウンターであります。キックを打ってまいります。腕を回します。蹴ってまいります。組みに行きます。対角線に飛ばした。顔面ハイキック、ロープブレイクであります。グラウンドゼロ左側に即射砲、スイッチしてまいります。ドロップキックを見舞ってまいります。
ロックアップ。こういった投げ技っていうのはね、一歩間違えば大変なことになってしまいますから、選手たちは受け身のタイミングっていうものを感覚的に覚えてるんですよ。ああ、なるほど。乾いた音が館内に響きます。ボディスラムです。ガードします。あっと、浴びせ蹴りだ。組み合います。ボディスラムで投げてまいります。蹴りを見舞ってまいります。行くのか。投げてまいります。10分経過。組み合います。コーナーに振った。ドロップキック。ここでタッチです。キックを打っていきます。ダブルアームで投げ捨てます。ブレンバスターに取ります。同点砕き。ブレンバスター腰を落とします。ダブルアームスープレックス。組みに行きます。コーナーに振った。2位を蹴り上げます。鋭いキックです。蹴りをぶち込みます。スイッチしてまいります。グーを打ち込みます。こういう攻め方うまいですね。今はなかなかこういう攻めをできる人はあんまりいないですからね。あ、何かレトロな、それでいて新鮮なリング上って感じですね。そうですね。起こします。ロックアップ。パンチで返します。ショーダを見舞います。組みに行きます。ロープに振って小手を打ち込む。掴んだ。このあたり天気の強さです。そうですね、気持ちでは負けられませんからね。そうですね。張ってまいります。アッと返します。このあたり左ではいかがですか。本能はまだ入ってませんね。腕をフックします。フロントからのキック。組み合います。ロープに飛ばした。ショルダータックルで倒します。サイドを抱えます。あっと、エルボー抱えます。起こした。エルボーを入れていく。いけるか。逆に振り返した。ローキック強烈。強ってますよ。はい、ここでタッチだ。ストッピングを叩き込む。ガチッと組み合った。場外に落とした。
リングに戻ります。ガチッと組み合い倒していった。さあガッチリ入ったぞ。これは決まってますね。抱き起こす浴びせ蹴り。作戦とかじゃないですね。どこどこ勝負ですよ。
ここでスイッチ。浴び下げに強烈、場外に移行した、腕をフックした。